回のタイトルは、ヒンマン氏のスピーチ文書へのアクセス権の動議を提出です。ぜひ最後までお付き合いください。ウィップル社側の弁護士であるジェームズ・ケイ・フィラン氏は、ウィップル社と米国証券取引委員会 SEC の間で進行中の訴訟に関して新たなアップデートを共有しました。このアップデートでは、メディアタレントでフォーブスのシニアコントリビューターであるロズリン・レイトン博士が厳重に保管されているヒンマン氏のスピーチ文書にアクセスするための申し立てを行ったことが明らかにされています。嘆願書の詳細によると、レイトン博士は州政第一条と連邦共通法の両方が報道機関と公衆に司法文書にアクセスする強力かつ基本的な推定的権利を与えていると主張しました。嘆願書によると、この権利は裁判所に説明責任を持たせるために行使されているとのことです。ヒンマン氏のスピーチは現在進行中のこの訴訟で最も議論を呼んでいる点として大きく残っています。ウィップル社の弁護士が裁判所に SEC に審査用文書の公開を命じさせるために重要な戦いがありました。2018年6月に行われたヒンマン氏のスピーチは、ビットコインとイーサリアムを非証券とするものについて推論を行い、この主張は XRP にも適用できるとリップル社は考えています。嘆願書に関してレイトン博士は、本件の関心の高さを考慮すると、裁判所はスピーチの公開を命じる義務があると主張しました。潜在的な影響、ヒンマン氏のスピーチは本件に関してリップル社がいかに明確であるかについて世論を歪める大きな影響力を持つ可能性があります。すでにXRP の証券としての不当な分類に関して、ヒンマン氏のスピーチが与える明確さは一部の弁護士によって和解を求める根拠として想定されています。ウィップル社と SEC の訴訟は新興の暗号産業にとって最も重要なものの一つであると多くの人が考えています。訴訟がどちらに終わっても重要な前例が作られるに違いありません。しかしリップル社の勝利は、おそらく規制への委員会のアプローチを前進させる方向に向かわせるでしょう。最後までご視聴くださり誠にありがとうございます。当チャンネルでは仮想通貨に関するニュースをお届けしております。よろしければチャンネル登録、高評価をお願いいたします。